日本共産党の畑野喜明です。今日は今年2月の予算委員会に続いて教員の働き方改革について質問いたします。2月の予算委員会で私は文部科学省の教員勤務実態調査の結果も紹介しながら、持ち帰り仕事を含めれば小学校で約6割、中学校で8割近くの教員が過労死ラインを超えているという瀬能正俊氏、学校における働き方改革委員のコメントや、2014年に過労自殺した福井県の中学校教員の実例などを紹介し、林芳正文部科学大臣にもその解決のための対策を求めてまいりました。まず総務省に伺いますが、公立学校の教員のいわゆる過労死の労災認定はどうなっていますか。総務省佐々木自治行政局公務員部長。お答えいたします。過労死等防止対策推進法において、過労死等とは業務における過重な負荷による脳心臓疾患、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡等と定義されているところでございます。町公務員災害補償基金が平成26年度から平成28年度までの3年間で義務教育学校職員について脳心臓疾患および精神疾患等として公務災害認定した件数は合計39件となっており、そのうち死亡件数は13件となっているところでございます。畑野喜明君。資料の中で、総務省からいただいた、ものを、載せております。この資料についてちょっと説明していただけますか。佐々木公務員部長。実際に認定を行っております町公務員災害補償基金において、認定件数とそのうちの死亡件数というのが職種別に出されたのが平成26年度からということになっておりまして、新聞等では過去、紹介することによって調べているところですが、現在基金および私どもの方で所管しているのは、そこに書いてある数字になっております。平成26年度においては、17件、これは学校職員および以外の教育職員も含まれておりますけれども、トータルで17件中うち9件が死亡事案、27年度は21件中5件が死亡事案、28年度は21件中6件が死亡事案となっています。いずれも公務災害認定をした件数の中でということでございます。また喜美恵君。つまり2014年、2015年、2017年とこの3つの資料が、お示ししていただいていると。それ以前についてはそういう分類を調査の中でしていなかったということですね。それで一番上の義務教育学校職員というところが死亡された方が13人ということで、3年間のトータルを言っていただいたということだと思います。で、今総務省からもお話がありましたように、実はこの3年しかわからないんですね。それで例えば資料の2枚目につけておりますけれども、これは毎日新聞の独自の調査によりますと、2016年度までの10年間で過労死と認定された公立校の教職員が63人に上っていると。これは各県ずっとですね、調査をされた数字の積み重ねだというふうに思うんです。それでこの記事の中で樋口信本明星大学の教授が、学校では勤務時間の把握が遅れているため、公務災害の認定申請をするのも難しいのが実情だ。教員の働き方改革を進めるなら、国として長時間勤務の最悪の結果である過労死の実態をまず把握すべきだというふうに指摘をされております。そこで伺いますが、文部科学省として教職員の過労死の実態についてどのように把握をしておりますか。高橋初等中等教育局長。お答え申し上げます。
公立学校の教師のいわゆる過労死や過労自殺の件数については、文科省としては直接は把握しておりませんが、先ほどの地方公務員災害補助金のデータ等については承知をしているところでございます。また文科省としては過労死等防止対策推進協議会の参加を通じて、過労死等に関するさまざまな情報を把握するように努めているところでございます。また過労死等を防止するためにも学校における働き方改革を推進することは重要と考えております。中教審の学校における働き方改革特別会においては全国過労死を考える家族の会からの文科省に対する要望書を配布してこれを踏まえて議論いただいたりといったこともしたところでございます。過労死等については要因が多岐にわたっており長時間勤務もその一つと考えられます。長時間勤務により教師が疲労過度に蓄積して心身の健康を損なうことのないよう学校における働き方改革に関する取り組みを進めてまいりそうでございます。君江君。3枚目の資料は先ほど紹介した記事の続きで4月21日付の記事なんですが、そこで過労死と認定された公立校の教職員の例としてですね、工藤義雄さん当時40歳の記事、ご遺族の記事が載っております。頭が痛い。2007年6月横浜市立中学校の教諭だった工藤義雄さん当時40歳はそう言って自宅から病院に行き待合室で倒れた。意識が戻らないまま5日後にくも膜下出血で亡くなった。同年4月に別の私立中から転任した工藤さんは担当する保健体育の授業のほか生徒指導や学年主任など多くの公務を受け持ち放課後や休日は顧問を務めるサッカー部の指導に明け暮れた。異変を訴えたのは2泊3日の修学旅行の引率から戻った日。学校を休んで寝込み病院を訪れたのは6日後だった。絶対過労死だから公務災害認定を申請しましょうと前任校の同僚が声をかけてくれたことを通じて当時14歳と10歳の娘2人とともに残された妻の翔子さんが取り組みを始めたけれどもこの認定を受けるのが本当に大変だったと、いう話が述べられております。工藤翔子さんに伺いますとですね、学校外のことだからなかなか難しいとかですね、くも膜下っていうのはいろいろあってなるもんですよねということなんですが、この工藤先生は大変健康に留意をされていてお元気だったと。ですから主治医の方もやはりいろいろなストレスなどが重なって突発的にですねくも膜下になられたと、いうことをお話しされているということも伺ってまいりました。もう涙なしにはですね伺えないご遺族のお話でございます。それで私今文科省からお話がありましたが直接把握していないとかですねしかし情報は把握しているとか、こういうことなんですが、それはねそのままにしといてはいけないと。どういうことがさらに進めることにができるのかというのを橋大臣先頭にですねぜひ検討していただきたいと思っているんです。現状を伺います。学校における働き方改革の中間まとめやそれを踏まえて出された学校における働き方改革に関する緊急対策では勤務時間管理の徹底ということが指摘されています。公立小中学校における教員の労働時間管理の現状はどうなってますか。高橋初等中等教育局長。教員の勤務時間については労働法制にのっとり各学校において適正に管理する責務があります。平成28年度に文部科学省の委託事業として実施した教員勤務実態調査では出退勤時刻の管理についてタイムカードや ICT により記録している学校は3割に満たない状況であり、報告や点呼、目視などで管理職が確認する方法が最も多い状況となっております。君江君。おっしゃったように小中学校とも3割に満たないのが現状です。文部科学省としてですねこういう現状に立って、教員の労働時間の管理を
どのように徹底していくおつもりですか。高橋局長、文部科学省ではこれまでも各教育委員会に対して教師の勤務時間の適正な把握に関する取り組みを求めてきたところですが、本年2月9日付で発出した学校における働き方改革に関する通知においても ICT の活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握し集計するシステムを直ちに構築を努めることとして各教育委員会に勤務時間の適正な把握を改めて促したところでございます。文部科学省といたしましては各学校において勤務時間を適正に把握するよう指導を引き続き徹底するとともに取り組み状況を定期的にフォローアップしていきたいと考えております。畑野君江君。高橋局長にはですね、2017年10月2日に全国過労死を考える家族の会の皆さんがお会いをして代表世話人の寺西恵美子さん、公務災害担当の工藤翔子さん、先ほどの事例のご遺族です。そして前公務災害担当の中野佳子さんが学校における働き方改革にかかる緊急提言について以下の通り要望いたしますというふうにされておられますね。よろしいでしょうか。高橋局長。ご指摘の通りでございまして、実は長谷元大臣からご紹介をいただきまして、10月2日に家族会の方に局長室においでいただきまして、私が直接要望書を受け取りました。ちょうど翌10月3日が中教審の部会の日だったものですから、それを資料として配布して委員の方々にもご覧いただいたというところでございます。田野君江君。長谷元大臣のご尽力もあったということですが、さらに林大臣の方は進めていただきたいというふうに思っております。でこの中でですね、私本当に大事だなと思ったんですね。私たちは文科省が現在に至るまで出されたさまざまな教師の働き方の改善に対しての対策が功を奏し、いずれは教育職場が過労死ゼロとなることを心より願っております。教員が健康で生き生きとやりがいを持って勤務でき、教育の質を高められる環境を構築し、現場におけるすべての教員が改善させたことを確実に実感できるような改革を求めて、ここに要望書を提出いたしますと。国会にもこの過労死問題の超党派の議員連盟がございまして、私も参加をさせていただいております。そして過労死遺族の会の皆様も寺西さんをはじめですね、本当に足しげく国会まで足を運んでいただいているわけです。で3つのご要望があるんですが、すべては時間がないのでご紹介できませんが、その中の1つ目に勤務時間を意識した働き方を進めるため、教職員の勤務時間を生活かつ確実に把握分析し実効性のあるものに改善するとともに開示をしてくださいということなんですね。工藤翔子さんにお話をいたしました。教員の過労死をなくすために一番してほしいことは何ですかって伺いましたら、教育に財政つまり予算ですね、これを本当に注いでほしいと、教員を増やしてほしい、人を作る仕事に国がお金をかけてほしい、一クラスの生徒数を減らして本来の先生の仕事に専念させてほしい、そして給特法を改正してほしいことなどなどですね、おっしゃってくださっておられます。私林大臣ですね、こういう点で、局長のご答弁もあったんですけれども、本当にこの深刻な実態、政府挙げてこれは正さなくちゃいけないというふうに取り組んでいるわけですが、この教職員のこうした過労死の実態ですね、一刻も早く解決するように、まずは実態把握を進めるってことがご要望で出されておりますが、いかがでしょうか。林文部科学大臣。やはり今委員からもお話がありましたように、このご要望昨年の10月2日の緊急提言でございまして、この勤務時間を意識した働き方を進めるため、
教職員の勤務時間を生活かつ確実に把握分析する、実効性のあるものに改善とするとともに解除してください。まあ、この前提としてですね、やはり今どういうことが現場で起きているのかということをしっかりと我々が把握をするということが大事であろうというふうに思っております。もっとより、すぐ調査と言いますと、今度はそれがまた働き方改革に逆行することも考えられますので、今あるものをうまく活用しながらということも頭に入れながらですね、しっかりと現場を把握するとともに、今やり取りしていただいたようなこの予算の確保と、もう一つはですね、働き方改革、いろんな提言も出ておりますので、やはり教職員という言葉がございますが、教員と職員、職員でやれることはですね、なるべく職員でやっていただく、学校でやらなくてもいいこと、例えば給食費の徴収なんかはですね、首長部局でやってもらうとか、いろんな工夫をしてですね、先生がやはり生徒と向き合う時間に専念できるようにしていくと、まあ、このことが肝要なことではないかと思っております。また君江君、まあ、今後の中教審の議論にも基づくことになると思うんですが、給特法の問題ですね、工藤翔子さんがおっしゃっているのは、やっぱり残業しても手当がつかない、教師は自分の定時が帰る時間ですねが分からない人も多いと、働かせ放題で高度プロフェッショナルの悪い先駆けの勤務実態だというふうにおっしゃっております。まあ、今働き方改革一括法案、これは本当にいろんな問題を含んでいて、強行採決などをやってはならないと、まあ、徹底審議の上に私は早にすべきだという立場でございますが、まあ、それはそういうことで、教職員の問題ですね、これ一刻も進めて改革をするべきだということを申し上げさせていただきます。さて、こうした中で過労死や過労自殺になった場合に、勤務時間管理が徹底されていないことで労災申請ができないという現状が指摘されております。で、2月の予算委員会で私は学習指導要領上の問題について質問をいたしました。標準授業時数が増えてきたことが教員の長時間労働の原因の一つであることを文科省もお認めになりました。現在の小学校学習指導要領に定められた標準授業時数は5645時間です。でしかし実際の授業時数を決めるのは学校だということで、標準授業時数と実際の授業時数との間には乖離があります。そもそも授業時数の考え方について、小学校学習指導要領解説総則編ではどのように述べていますか。高橋局長。お答え申し上げます。各学校が教育課程を編成するにあたっての標準授業時数は学校教育法施行規則第51条に定めております。この標準授業時数は学習指導要領で示している各教科等の内容を指導するのに要する時数を基礎とし、学校運営の実態などの条件も十分考慮しながら定めたものでございます。学習指導要領解説におきましては、学校の教育課程の編成にあたって年度当初の計画段階から標準授業時数を下回って教育課程を編成することは適当ではないこと、児童の過重負担にならない限度において標準授業時数を上回って教育課程を編成することは可能であること、災害や流行性疾患による学級閉鎖など不測の事態により標準授業時数を下回った場合にはその確保に努力することは当然であるけれども、下回ったことのみをもって学校教育法施行規則に反するものではないこと、こういったことをお示ししているところでございます。君江君。最後に局長が言われましたけれども、ですから要するに下回っても特段法に違反することではないということでよろしいですね。高橋局長。先ほど申し上げましたように、災害や学級閉鎖など不測の事態により標準授業時数を下回った場合に、ただそれ何もしないということなくて、その場合には一応その下回った授業時数を確保する努力はしていただくと
ただ、まあ、努力の結果どうしても、それが回復しないことはありえますので、そういった場合には下回ったことのみをもって学校教育を施行規則に反するものではない、こういったことを改正書において示しております。あと君江君、はい、確認しました。それで直近の調査で標準授業時数と実際の授業時数が一致している小中学校はどれぐらいありますか。高橋局長。文部科学省が実施している教育課程編成実施状況調査の結果で見ますと、平成27年度において標準授業時数と年度当初の計画段階の授業時数が一致している小中学校の割合は、これ学年ごとに取っておりますので、学年の時に若干のばらつきはございますが、おおむね3割程度といった状況になっております。君江君。中間まとめでは、一部の学校においては標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している例が見られるが、指導体制の整備が伴わないまま実施すると教員の負担増加に直結する恐れが高い。各学校における教育課程の編成実施にあたっては、教師の働き方改革に十分配慮すべきであると指摘しております。今年2月9日に発出された通知でも同様の趣旨が述べられていると思います。文科省として標準授業時数を大きく上回るような実態に対して、具体的にどのような対応を取るつもりですか。高橋局長。お答え申し上げます。ただいまの委員からご指摘いただきました通知においては、授業時数の設定等における配慮として、警報発令や感染症による休校や学級閉鎖等も想定した必要な授業時数の確保や指導内容の確実な定着を図る観点から、標準を上回る適切な指導時間を設定することは想定されるが、標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には、指導体制の整備状況を踏まえて精査し、教師の時間外勤務の増加につながらないよう、教師の働き方改革に十分配慮するようお願いをしているところでございます。文科省としては今後この通知の趣旨の周知徹底に努めるなど、学校における働き方改革の推進に努めてまいります。君江君。林大臣、ちょっとご紹介したいんですけれどもね、児童の負担が過重にならないようにということと、加えて教職員の働き方、教員の働き方ということが言われているわけですよね、今。で、例えばその横浜市ではですね、通称横浜版学習指導要領というものが独自の授業時数ということで決まっておりまして、国の標準授業時数よりも小学校1年から6年まで一律に20時間上乗せされていると。で、学校によってはさらに余剰授業時数を70時間前後も上乗せしているという例があるんです。ある小学校2年生の担任教員に聞きましたら、今年の2月から3月までの2週間のうち、平日の10日間出勤時間は朝7時や7時30分、退勤時間は22時や22時30分、平日10時間の合計勤務時間は 143.5 時間、で、法定勤務時間は 77.5 時間なんですね。66時間の残業やってると。1ヶ月に換算すると132時間の残業時間なんです。土日の持ち帰り時間を含めれば、持ち帰り仕事を含めれば150時間の残業なんですね。月80時間の過労死ラインの約2倍という実態なんです。ただ教員の働き方という点では、本当にこういう状況もですね、よく見ていただいて、しっかりと改めさせてもらうってことが必要だと思うんですが、ご所見を伺います。林文部科学大臣。ちょっと今の横浜の例は大変驚きでございますが、この働き方改革の、そもそもの、このきっかけに、この実態調査をいたしております。そこでも、今、委員からお話がありましたように、かなりですね、小学校でも中学校でも、過労死ラインすれすれのところが平均ということで出ておりますので、やはり先ほど来申し上げておりますように、いろんな仕組み、それから予算の確保等々をもってですね、働き方改革を進めていかないと、先生ご自身がですね、疲れ果てて、こういう大変残念なことになったりですね、また結局そのお疲れになっているということは、子どもに対してもですね、
元気で向き合っていただくということがなかなか難しい状況になる、まあ、こういうことでありますので、ぜひ元気に、生徒児童にですね向き合っていただくような、環境を目指してですね働き方改革を進めていきたいと思っております。田野君江君、時間が参りましたのでアメリカンフットボールのその後の経緯についてスポーツ庁から伺う予定になっておりましたが、また次の機会に質問をさせていただきたいと思いますので申し訳ありません。ありがとうございました。次に串田誠一君。